2007年ネーベルホルン・杯カは2007年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2007年ネーベルホルン・杯カはフィギュアスケート競技会ネーベルホルン杯の2007から2007年シーズン開催でドイツスケート連盟が主催し国際スケート連盟の2007-2008年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。 シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2007年9月27日から9月30日にかけてドイツオーベルストドルフのオーベルストドルフスケートセンターにて行われた。ネーベルホルンハイは国際スケート連盟が新たな競技ルールを試すのに使われることが多い。今大会ではアイスダンス競技のコンパルソリーダンスで参加代を用意し、 滑走順抽選時にどれが各組の課題となるか決定する方法が取られた。この競技方法は以降の競技会では用いられなかった。国際スケート連盟加盟の各国統括団体ごとに男女シングルには1名ずつ、ペア、アイスダンスにはそれぞれ2組まで出場できるとされた。ただし主催するドイツスケート連盟はこの制約を受けず、また、 前年大会の男女シングルで1位から10位選手が、所属した団体は2名まで参加できるとされた。参加選手上限を男女シングルが、それぞれ20名、ペアは16組、アイスダンス15組に予定するとされていたが、実際は男女シングルで若干多めに参加を受け付けられた。次のルールで団体戦が企画され、最も成績の良かったチームには、 フィッツガイザー記念トロフィーが贈られた。競技開始前には主催者が招待したノービスクラスペア競技選手のトレーニングキャンプが開かれ、今開催期間中に競技会も行われた。ありがとうございます。